なんと第6問の本番で出たものをですね、白紙の状態からどうやって考えてるか、先読みした方が早く解けます。じゃあどういうところを先読みするか。どうもパソコンの先生です。さあ今回は共通テストの英語リーディングで9割取る速読法ということでですね、ただ勉強法を伝えるのではなくても手元でですね今回解説しました。なんと第6問の本番で出たものをですね、白紙の状態からどうやって考えてるかっていうのを全てね再現しました。今回僕が伝えるのは9割取ると書いてますが、これはどんなにイレギュラーが起きたとしても9割を超えるということです。つまりただ早く読むだけではなくて、しっかりと早く読む、かつ正確に点を取り切る、そのためのね、ノウハウも今回すべてお伝えしました。30分超の動画になってると思いますけれども、かなりですね、この動画をしっかりやった上で、これから英語超も触れていけば、世界が変わると思います。ということで、ぜひ皆さんも共通テスト満点9割目指して頑張っていきましょう。それでは行きましょう。レッツゴー。ということで早速やってまいりましょう。今回は共通テスト本番の1回目のですね第6問 B でございます。まあ、これ実際僕もね本番で受けました。でこちらの問題がですね、どういう問題かっていうと、思考調査とはそんなに変わらなかったです。この問題は問1問2問3問4というものがありまして、まあ、これが本当にですねスタンダードなも読解、もう長文といえばこの形式だよねというものになります。実際ですね思考調査の時にも挙げましたけれども、やっぱり共通テスト本番でもねどうやって解けばよかったのか、実際僕も98点ね取りましたけれども、まあ、この内容も多分10分前後ぐらいだったかなと思います。ただね精読をして15分20分かけて解くっていうよりは、早くどうやって解くのか、正確にどうやって解くのかっていうところも説明していきたいと思います。まずじゃあ読む前にですね、だいたいリーディングの速読ということで特に意識していることを3つ紹介したいと思います。はい、1つ目、まず基本的にどの問題も問題は先読みします。先読みしないと解けないのかっていう、そうじゃないですよ。ただ先読みした方が早く解けます。じゃあどういうところを先読みするのか、後で一緒にね、見せていきたいと思いますが、やっぱりキーワードですよ。どういうキーワードが今回の言うたらテーマなのか。あとは内容というか、これは完全に理解できるわけじゃないんですけれども、ある程度ね、例えば展開を予測したり、あ、こういうものがね、問われてるんだろうな、というところをまず、定めます。次、スキャニングっていうのは、この問題先読みした上で、その問題どこに書かれてるかっていうのを探しながら読むって感じで、ね、ただ漫然と読むんじゃなくて、どこがね、大事なのか。例えばざっくり一段落に書いてそうなのか、でもなく一段落じゃなくて全体を通じないとわからない問題なのかっていうところも把握します。で、まあ論理読解で書いてますけれども、これが言うたら単語をね訳しながら読むとかではなくて、最悪単語がわからないものがあったとしても展開を予測するコツ、テクニック、対比とか列挙なんてですね、これ本当に今回ふんだんに出てきます。なんでもちろん速読も意識しますが、そういうね自分が頭の中でどういうことを考えているのかっていうのも今回ちょっと再現しようかなと思います。で最後、これは僕もですね本当にミスる時の一番よくあるパターンが選択肢の吟味ですね。内容が例えば読めていたとしてもこっちの選択肢のが読み違えると死にます。なのでそういうところもですね実際やっていって、もちろんこの引っ掛けパターンも多いので一緒に見ていきましょう。ということで、じゃあ早速ね、移りましょう。まずじゃあこの問題見たら、最初の30秒から1分ぐらいで問題の先読みをします。You learn that modern science has changed the world of sweeteners by 何とか。この段階だとね、よくわかんないんですけれども、ざっくりキーワードだけ把握しますよ。はい、現代の科学がスイートナーっていう世界を変えたと。何々によって。よくわかんない。まずスイートナー自体もわかんなかったです、僕正直。スイートナーを見た時に、あ、これなんか甘党の人かなみたいな。なんか甘いものが好きだっていう人たちのなんか世界を変えたとかね、かなと思うんですけれども、そうじゃないと。まあここでは一旦分からなくていいです。まあ、甘いものなんのかな、なんとなかな、まあ、ざっくりものを見ていきます。 Discovering new sweeter white sugar types、 なんか甘いものをなんか発見したとか。 Measuring the energy intake of the Americans、 エナジー、これが摂取量ですねを測ったことによって、Providing a variety of new options、 新しい選択肢の、まあ、バリエーションをね与えましたよと。でこれが実はざっと抽象的ですよねっていうのを僕は目をつきます。後で言いますが、問題ある時に悩んだら、基本的にいかに抽象的なものが正解になりやすいかっていうのは分かると思います。ただ、もちろんこれがまず正解ではないです。分かんないです。で、4番。Using many newly developed plants、 植物 from the environment。まあなんか新しいね、植物をまあ使う。まあよく分かんないですよね、まだここだと。ただ、スイートなの世界を科学が変えたんだっていうのがまず書いてます。じゃあ次問いに。これは、ここを読まなくていいんですけれども、ここですね。図を見て埋めるやつです。sweetness、これは甘さ。甘さ控えめなのか、甘さめっちゃ甘いですよと。タピオカ頼む時とかにもね、ありますよね。ちなみに僕は甘さ控えめが好きです。sweet な、はい、また来ました。まあ、これまあ、キーワードになるんだろうなとなりますけれども、何かっていうと、もうよくわかんないです。アドバンティームってなんだろう。で選択肢がバーってあるんですけれども、唯一わかるのは、まあ、スクラロース、みたいな、まあ、なんか成分ですかね。つまり、おそらくこれを見た時に、まあ、なんか甘さをなんか出す成分のことなのかな。つまり、甘さの調味料というか、甘味料かな。ここで、僕だったら、
ら、あ、このことかなっていうのはおそらくって思いました。ただ別にこれはあれですよ、正確に言うとスイートン、スイートが甘いで、イエノをつけると何々させる、つまり甘くさせる ER はそいつら、甘くさせる奴らなので、確かにね、甘くさせてる甘味料なんかなっていうのが予測できますが、別にここでは分からなくてもいいです。そういうね、成分のことを聞かれてると。次、問い3番。これは、まあ、言うたらどれが本当ですかってありますけれども、ここはですね、内容っていうか、キーワードを把握します。例えば1番、はい、alternative sweeteners。はい、スイートナー来ましたけれども、alternative。代替的な代わりのスイートナー、甘味料。having proven to cause weight gain。体重増えると。まずこのキーワードは、alternative sweeteners。次2番目、American get 14.6% of this energy from alternative sweeteners。はい、また来ました。で、3番、it is possible to get。はい、もうこれ、なんかキーワードっぽいなっていうの分かりますよね。はい、まあ、植物から得られるんだと。4番、得ることもできると。4番が most artificial sweeteners。次、アルタナティブじゃなくて人工甘味料ですね。は、料理できやすいですよと。スウィーテナーズがなんとかですよと。で、あと、これが筆者の主張ですけど、ここもサクッとだけ見ますよ。まあ、キーワードとして、アーティフィシャルスウィーテナーズが、言うたらこれはアゲンストですから、僕はですね、結構、キーワードだけじゃなくて、その内容把握っていう時に、プラスマイナスかっていう判断基準をよくすることがあります。例えば今回で言えば、against the use of artificial sweeteners。ことは、これを使うのが微妙ですよ。反対ですよ。使うなって言ってるってことですね。はい、2番目。the author believes artificial sweeteners。はい、人工甘味料が have successfully replaced the traditional ones。完全に今までのやつと取り替えられた。ことは、まあ、プラスっていうか、まあ、もうほぼこっちになってますよと。ただ、怖いのが、やっぱり選択肢の義務の時に話しますが、こういうところですね。完全にではないですけど、まあ、成功しましたよと、取り替わられたと、こいつにね。まあ、なんかちょっとね、強い表現です。3番目、 The author states that、 主張しました。 It's important to invent much sweeter、 発明します、いろんな多くの sweeter products を。4番目、suggest しますよ。 People focus on choosing sweeteners that make sense for them、 選ぶのにね、集中してくださいよと。どういう風にって言うと、 make sense for them、 まあ、ちゃんと理解ができるように、筋の通ったように選んでくださいということになります。ここの段階では分かんないですけど、今ね、バーっと説明しましたが、これは頭の中でやりますよ。これは1分で、例えばここだったらスウィーナーズが出てきて、科学が発展させたんだ、なんかいろいろパターンありますよと。で、次はスウィーナーズで要素がいろいろ出てくるんだと。それどれが一番甘さ控えめで甘さが多めなのかっていう、これは並び替えで、ここが True or False 問題ですけれども、 Alternative Sweeteners っていうのが、まあ、キーワードだっていうことを把握する。と、4は、言ったらざっくりこいつに対してマイナスの評価なのかプラスの評価なのか、あとはそれ以外なのかっていうところをまず意識した上で問題読んでいきましょう。これは大体1分から、まあ1分ぐらいかな。で、まず終わらした上で見ていきます。まず僕らは、はい、まず問い1見ましょう。モランサイエンスがどういう影響を与えたかっていうことですね。どういう風に世界を変えたのか。じゃあ、これ見ていきますか。ここから精読するんじゃないですかね。具体例は飛ばしながら見ます。はい、血管理、なんとかなんとか、はい、僕たちは、スイート、好きですよね、と。はいはい。事実、なんとかなんとか、スイートって言うと、いいっていう意味ですよ、と。はい、ここもすぐ飛ばします。When we think of sweetness ってあるんですけれども、ここ飛ばしてもいいんですが、論理読解っていう話をした時に、こういうのを、はい、見たり、こういうのを見たら何をまず思ってほしいかっていうのを言いたいと思います。なかなかこういう授業って多分学校とかでもないと思うんですけれども、別にこれをちゃんと訳すわけじゃないですよけど、これ Most of us とか When we think of sweetness とか、これ何かっていうと、はい、一般論ですよね。一般論っていうのを、例えば情報だとかね、なんか一般論っていう書いてないと分かんないとかじゃなくて、 We とか Most of us って言ったら一般論が出てくる。一般論なんだで終わるんじゃなくて、一般論が最初にできてきたら、ほぼ 100% 何があるかっていうと、逆説が待ってます。一般的にはこうだけれども、僕はこう思うよとか、実はこういうことが起きたんだよ、ということはわかります。だから、When we think sweetness、甘さっていうことを考えると、We imagine ordinary、普通に、white sugar、白砂糖ですね。sugar cane or sugar beet plants。ここで例えばさ、シュガーケインとかシュガービート。これよくわかんないと。シュガーはわかるけど、ケインか、カネ、なんだったっけとか、ビートなんだったっけってなるんですけれども、これは最悪わかんなくてもいいですからね。わかんなくても飛ばします。なぜならば僕たちは、こいつを知りたいだけですよね。科学がどういう風に世界を変えたのか。これを知りたいわけだから、あくまでもこれは具体例なわけです。ただちなみに言っとくと、シュガーケイン、僕はですね、中学校の時にある教科書で習いました。サトウキビ畑の物語があったんですね。シュガーケインフィールズ。なんかザワワ、ザワワ、ザワワみたいな歌の、もしかしたらタイトルがシュガーケンフィールズだった気もしますけれども、なんか聞いたことあったので、これサトウキビ畑なんですね。シュガービートは分かんなくても、これがですね、シュガービート、まあビートってね、こうビートツ、シュガーシュガーシュガーってビートツ天才みたいな感じですから、こいつは天才です。で、シュガーケンはサトウキビ、こんな別に覚えなくてもいいんですよ。ただ僕はこういうのを見た時に、あ、これ地理でやったわとかね、他の科目と関連付けることがあったりするんですけれども、まあ、シュガーケン、シュガービート、はい、ビート打ってる天才ですね。そうやって覚えてもいいかもしれないです。まあ、つまりサトウキビとか天才から普通の白砂糖、白い砂糖っていうのは取られるんですよと。
来ました。やっぱり来るんですね。何が来るかっていうと、However です。今回ディスコースマーカーをちょっと緑色でやりますけれども、はい、Scientific discoveries, however, have changed the world of swindlers。これ全く同じこと書かれてますね、ここに。はい、来た。僕たちは幸福を思うんだけれども、この言うたら、swindlers。これ、ここにも載ってますけれども、甘味料。つまり甘さを控え、まあ、出すね、調味料の世界を変えたんだよと。じゃあ、どういう風に変えたかが書いてるはずですよね。ここからちょっと集中して読んでいきます。We can now extract sugars from many other plants。はい。サトウキビとか、これ、普通は速読の時やらないんですけど、サトウキビとかテンサイから取られるのが普通だとしたら、何が変わったかっていうと、はい、now ってわざわざ書いてますから、ここと比較なわけですよ。普通、サトウキビとかテンサイから取られるんだけれども、他のやつからも取られるよと。なんで、エクストラクトっていうのは分かんないカットとしても、まあ、from が書いてますから、ここにもね。こいつから取られるシュガー、砂糖なんだと。The most obvious example is corn. はい、来ました。こっからはもう飛ばします。具体例ですから。トウモロコシですよ。トウモロコシ、abundant、豊富に、inexpensive、安く、もう簡単に、入りますよと。手に入ると。はい、なんとか、1.2 倍のスピードだと。HFCS って見たときに、ここで出てきてるんですよね。だからこういうキーワードがあった時に、あ、こういうキーワードね。よくわかんない。初めて見るキーワードは一応、こうやって、本間なら黒で印をつけときますけれども。まあ、1.2 倍ね、甘さがあるんだと。But quite high in calories. カロリーが高いよと。Taking science one step further over the past 70 years. まあ、科学をね、もう一歩進化させると、先に進めると70年間ね、こうやって。Scientists have developed a wide variety of artificial sweeteners.これがこの段落の一番言いたいことですよね。科学者は発見しましたよ。A wide variety of artificial sweeteners。このキーワードって出てましたよ、ここで。あ、こっからなんか来るんだろうなと。はい、人工的な人工甘味料がいろいろバリエーションが増えましたよと。で、この段階で見てみましょう。なった時に、あ、こっから、あ、3番だ、いきなり答えって僕はなりませんでした。怖いもん。だってまだ2番っていう書いてないし、1番も書いてない。4番もなんかまあ植物の話をしてるけど、なった時に、意外とですね、正答率が低い問題、問1がね、今回別に正答率今回高いですけれども、低い問題ほど、こっからじゃないんですよ。僕寸大でね、去年、寸大の模試を、共通テスト受けましたけれども、去年ね。その時に出た確か模試が、問1なのに、ここら辺ぐらいに回答の根拠がある問題とかありましたからね。だから結局ここで、なんかよくわかんないから、つって5分ぐらい悩むよりは、一旦はここっぽいなってなるんですけれども、まずわからなければ読み進めましょう。ここではまだ決めないです。はい、次行きましょう。あ、recent US なんだか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 。こういう固有名詞出てきますけれども、これ言うたらアメリカのなんか健康とかの何が大事かっていう、survey ですね。調査。が、concluded that 理系チックな文章を読むときは、こういうのめっちゃ出ますよ。conclude だろうが、showed だろうが。はい、何か。この結論が大事なんですよね。10.6% の、はい、アメリカのエナジー消費、摂取量の 14.6% がアディドシュガーですよと。またなんかよくわかんないに出ました。ただ、これ二次試験にも応用できますよ。20のこの引用のマークですね。クォーテーションマークがついてるとき。これは筆者が言う、言うたら固有名詞というか特別な名詞なわけですよ。一般では使われない。こういうのがあったときに何するかっていうと、僕たち普通の、例えば小学4年生だったらわかんないわけです。なったときに必ずですね、その後にカンマあるいはウィッチで説明があります。クォーテーションがあったら、必ずその後に、ウィッチかカンマで、説明書きがある。これは何度も出てきますからね。これちょっと押さえておいてください。Which refers to sugar.、まあ、シュガーのことを言いますよ。どんなシュガーかっていうと、It's not derived from whole foods. 僕、whole foods はね、本当に最初わかんなかったです。完全食かなとか思ったんですけど、その完全食ってわかんないんですけど、それから由来しないシュガーですよと。これがちょっとわかんないってなった時にわかんないと思ったら、また、こっから具体例が出てくるんですね。A banana, for example, is a whole food. バナナとかは whole food で、その一方でクッキーとかはアディドシュガーですよ。つまりアディドシュガーっていうのはホールフードからは得られないシュガーですよ。じゃあホールフードってバナナとかありますけれども、おそらくこのコーンとかもそうなんじゃないですか。つまり自然の食品ですよね。それから天然に存在する植物とかからは得られないシュガーのことですよ。例えばクッキーとか。つまりこれアディドシュガーっていうのはまあ添加糖って言ったりもするんですけれども、もう分かんなくていいです。ただまあ普通の砂糖ではないんだなってことは分かっておけばいい。なぜかっていうと。ここで、もともと砂糖が普通だったけど、いろいろ変わったってありますからね。で、バーっと読み進めていきましょう。More than half of added sugar calories are from sweetened drinks and desserts. 半分以上のね、このカロリーが甘いドリンクとかデザートから来てますよ。まあ、アディドシュガー出てきますけれども、これは結局じゃあ、プラスなのかマイナスなのかっていうと、はい、ネガティブエフェクツ。これマイナスなわけです。いろいろ、例えば肥満、エクセスフィウェイトゲインだったり、他の、まあ、健康問題を引き落としますよと。こういう理由で、many
in choose. はい。これ二次試験でも出てきますけれども、many だけでですね、これ何意味するかっていうと、まあ、many people ですね。だから many が主語で、choose low calorie substitute for drinks, snacks, and desserts. low calorie 来ました。今回何かっていうと、添加糖何が悪いの？何が悪いかっていうと、まず、健康に影響を与えるのは悪いんだけど、結局カロリーが高いんですよね。カロリーが高いし、そこからネガティブな影響が多いですよ。だから僕たちは、カロリーが低い、低カロリーのものを言うたら選びますよ、ということを言ってます。つまり、アリドシュガーってあるんだけれども、それなんかまあ特殊なやつですよ、と。ただそれは結局微妙なんだと。じゃあ次、natural alternative to white sugar。まあ、天然の他のまあ代替的なもの、ホワイトシュガーの砂糖の代わりになるものはブラウンシュガーだったりハニー、蜂蜜だったりメープルシロップがありますよ。 That they also tend to be high in calories。 つまり他にもいろいろあるんだけれども、それもハイカロリーなんですよね。ここと似てきますよね。こことは違うと。つまりこれは微妙だってことですよ。ハイカロリーだから、結果的にと書いてます。さあこれどういうことか。結果的に何が来るのかって言うと、来ました、アルタナティブ、なんかよくわかんないやつ。はい、クォーテーションマークのローカロリースウィーナーズ。必ずクォーテーションマークがあればカンマが入ります。これ結構和訳するときによくわかんないという人いますけれども、このカンマは挿入句で説明してるだけです。はい、大抵人工的な化学、まあコンビネーション、合成されたものですよと。人工的に化学的に合成されたものが大抵のものですよと。っていう LCSS ってあるんだけれども、それが人気になりました。つまり、天然ではないってことよね。これ、対比をしていきますけれども、ナチュラルの話今までしてきましたよね。ナチュラル。ナチュラルだったらいろいろあるけど、それもカロリーが高いんですよと。ただ、今回、はい、アーティフィシャル、人工的なんだけれども、大抵がね、作るとローカロリーになりますよと。一番有名なのが LCS がアスパルテームなんとかなんとかってありますけれども、こいつを見たらここに載ってたんだとなるわけね。で、まあここは具体例さーっと出しますよと。一応ですね、これ大事なのがですね、これ結構もう共通性慣れてくるとわかるんですけれども、モーストリーとかノットオールとありますよね。モーストリーは大抵です。つまり全部が全部じゃないです。オールではないと。じゃあこれ同じなんですよね。ノットオール LCS がアーティフィシャルではないと。すべてが人工的なものではないよ。例えばステビアっていうものはプラントリーブズ、植物から来てますよと。こういうところですね、僕読む中でおそらくここら辺が来るんかなっていうのはもう想像できます。出題者の視点からなるとね、わざと付け加えたんじゃないかと思うレベル。で次、はい、アルタンティブスウィーナーズ can be hard to use in cooking because some can 何とかって書いてますけれども、こっからはどんな話になるかっていうと、アルタンティブスウィーナーズの話ですよねと。これは、まあマイナスのこと書いてます。料理するのに、ね、あんま使えないと。でなぜならこうだから。でアスパルテームが、はい、200倍の甘さ、ステビアっていうのが300倍の甘さ、スクラロースっていうのがその300倍の甘さの2倍ですよと書いてます。さあこれ見た時に、これってまさにここのことじゃん。今ステビア、エース、これが200倍で、ステビアが300倍だったら、スクラロースが言うたらこの2倍ですから600倍。で、HFCS って何だったっけって思ったら、ここに載ってましたよね。1.2 倍書いてますから、もうこの時点でわかります。つまり、1.2 倍、HFS が一番ここ D で、次200、300、600なので、これかな？これが正解かなと思います。つまり、この問題が合っていれば、この要素を見たときに、あ、すぐ言うたら、ここのね、段落のことが、単純にそのまま問題になってるんだと。さっきのここで言うと、まだね、わからなくても別にいいですが、こういう問題とかは、この段落からピンポイントでスキャニングしたものだと。ということはわかりますから、そうなります。だから、あとはもう読まなくていいと。一応ね、アドバンテームっていうのもやつがあって、2万倍ね、なんとかなんだよって書いてます。だから、もうここは、ただの具体例だから飛ばしましょう。はい、次。When choosing sweeteners, it is important. はい。結構筆者がですね、大事なのが、これまさに筆者の主張ですよね。important。例えば、価値を表す形容詞っていうのを僕はこうやってマークします。筆者の、が何を大事にしてるか。それが書かれてます。consider health issues。健康的な問題を考えることが大事なんだよ。ってことは、こっからおそらく健康問題に関して書かれてるんだろうなってことが予測できます。はい。例えば、メイキングデザートだと、いろいろ使ったね。はい。ハイカロリーですよ。体重増えます。これ、マイナスですね。この言ったら。There are those who prefer ELCS for this very reason. これあれですよね。言うたら、砂糖が微妙ってことですね。砂糖が微妙。なぜならハイカロリーで肥満になるから。だから、普通の人は LCS を好むんですよと。ああ、じゃあやっぱ LCS いいってことかなと思うんですが、ここでですね、なんと、apart from calories。カロリーを離れて、カロリーとは別にして、however が来るわけです。これをぜひですね、二次試験の問題とかであれば予想してみてほしいんですよ。ここで however が来たら、ここからどういうことか。砂糖が微妙で、だから LCS が好むんですよ。けれど持ってきてるってことは、これ、おそらく LCS もやばいよっていうことを言うんじゃないかなっていうことを予想した上で次見ましょう。Some research, いくつかのリサーチが、Link A with B, Link A with B, Consuming Artificial LCS と Various Other Health Concerns が関連してますよと。
これがプラスなのかマイナスなのか、おそらくマイナスきますが、ちょっと具体で見てみましょう。サム LCS が癌を疑うような強力なね、化学物質を含んだり、一方で others、まあ、サムと others ですけれども、一方で他のだったら have been shown to affect memory and brain development。 アフェクト、これアフェクトはですね、あの何度か動画でも言ってますが、悪い影響を及ぼすという悪い時に使います。これは memory and brain development、 これもマイナスですね、言うたら。これプラスじゃないですよ、だからやばいってこと。 so they can be dangerous、 確かにマイナスって書いてます。でどういう人に、子供だったり妊婦だったり the elderly、 まあ the elderly っていうのはこれは the 形容詞なので、形容詞な人々、つまり高齢者ですね。 elderly people でも大丈夫です。はい、で there are a few なんとかなんとかなんとか書いてますけれども、例えば他にも比較的天然のねアルタナティブなやつがありますよと。ただそれは、ローカロリーですよ、いいじゃんと思うかもしれませんが、はい、不幸なことに extremely slowly move through、 まあ体にめっちゃ遅く入ってきますよ。だから何が起こるの？おそらくこうマイナスのことだなって思いながら見るわけですけど、consuming large amounts can cause stomach trouble。はい、stomach trouble。めっちゃ食べたら胃がね、なんかお腹痛くなるか分かんないですけど、まあ、マイナスですよ。つまり筆者が言いたいこの health issue っていうのはこれマイナスですよね。問題なわけですよ。おただ列挙してるだけ。それは砂糖だけじゃなくて、アーティフィシャルな LCS も、キシリトールみたいなものも悪いところありますよってことを言ってる。When people want something sweet, even with なんとかなんとかなんとか、difficult for them to decide whether。 はい、まあ普通にね、なんか選ぶとき、欲しがるときに、どんなにすべて、まあ言ったらすべての情報があったとしても、difficult、 難しいんですよ。何が？ decide whether to stick to。 はい、stick to は固執するです。これしかないと思うことね。whether to、 はい、これしかない。普通の一般的な高カロリーのスイートなんです、like sugar。砂糖のようなものしかないって思うか、LCS を使うか。どっちを選ぶか。つまり僕たち今までシュガーなのか LCS なのかね、こうやって対比でしてましたけれども、筆者はどっちを選んでもいいですよとか、どっちが賛成ですとかじゃなくて、どっちを選ぶか決めるのめっちゃむずいって言ってます。で、many varieties of gum candy today contain なんかまあいっぱいなんか含まれてたり、それにもかかわらず、who would not put artificial sweeteners in hot drink may still buy such item。 普通ね、こうホットドリンク、まあコーヒーとかにね、そういう人工甘味料入れないような人でも、おそらく、そういうね甘味料買っちゃうんじゃないかなと。で、個人的に、はい、need to weight the option。 まあこれ最後の文ですけれども、筆者の主張が考えてます。個人は一人一人が need to weight the option。 weight、 これ体重をかける、つまり選択肢に体重をかける必要がありますよと。どういうことかっていうと、and then choose the sweeteners that best suit their needs and circumstances。 まあ言うたらしっかりと選ぶ必要があるなと。何かっていうと、ベストスイート、スーツ。必要性や状況に合ったものを選ぶ必要がありますよね、ということを言ってます。ということで、じゃあ今話を聞きましたが、まずじゃあ問1。これは例えばね、まあ、2番は全然関係ない、3番も植物の話をしてるわけじゃないなった時に、まあ、3番のここを見てね、パッとすぐ選ぶ人もいいんですけれども、もしかしたら1番と悩む人もいるかもしれない。なぜならニューって書いてあるから、ニューシュガータイプなのか、バリエーションニューオプション、どっちも新しさを求めてるんでしょってなるんですが、これはやっぱりできるだけ抽象的な方を選ぶっていうのをお勧めします。なぜかっていうと、具体的、例えばこれってめっちゃ具体的ですよね。なんで具体的だとダメかっていうと、今回別に新しい砂糖のタイプを、白いね砂糖のもので、ね、甘いものを見つけたんじゃなくて、そもそも砂糖とは違うものですねを見つけましたということなので、まさにここのただの言い換えです。3番が答えになると。で、次、じゃあ問い3はっていうと、これもスキャニングです。ここからはまあこれもね、問題見ながらでもよかったんですけれども、実際やっていきましょう。 Alternative sweeteners have been proved cause weight gain。 Alternative sweeteners がもうみんなね weight gain って書いてますけれども、これどうですか、 Alternative sweeteners 出てきたのここら辺ですよね、ここですけれども、 added sugar だったらめっちゃ肥満とか書いてますが、 Alternative sweeteners はローカロリーのものもありますよ。つまり別に全てが全て全部ハイカロリーで体重がではないと。はい。ということでこれは×。2番 14.6% が、まあ 14.6% どこって見るとここら辺ですけれども、はい、これは言うたらアリドシュガーの話をしてますが、これが、アルタナティブスウィーテナーズ。これアリドシュガーとアルタナティブスウィーテナーズを一緒にしちゃダメですからね。ということでこれも×。3番、It is impossible, it is possible to get alternative sweeteners from plants. アルタナスウィーテナーズっていうのは可能ですよと。これは絶対ではないですね。こういうこともありえますよ。植物から取ることも可能。あ、植物からどうかってなんか書いてあったなと思ったらここですよね。ほとんどが人工的なものですよと。ただ別に全部じゃないよってわざわざ書いてました。例えばステビアっていうのは植物から取りますよと。まさにここなんですよね。つまり断定してないですね。断定してなくて、こっちも断定してないですね。こういう選択肢の吟味の時に引っ掛け多いですからね。じゃあこれが3番が正解と。4番、 Most artificial sweeteners are easy to cook with。 これも違うこと書いてますね。 easy じゃないと、 hard ってそのまま書いてますから、これはもう選べたんじゃないでしょうか。で、じゃあ、消去法的に5ってなって
ってもいいんですが、これ選択肢のこの単語がしっかりと読めてるかですね。ダイジェステ。ダイジェストっていうのはこれ消化です。すぐに消化されないと書いてます。キシリトールの話ってここでしたよね。消化とは書いてるかっていうと書いてはないかもしれないですけど、ここもまさに言うたら言い換えてるだけですよ。 Move through the body extremely slowly。 めっちゃ遅く体の中に行きます。だからストマックトラブルを起こすんですよ。これって言うたら消化に問題があるってことじゃないですか。すぐに消化されないということなので、これは実はこの文の言い換えだったということは分かります。じゃあ問4最後行きましょう。まあ、結局ね、問4の最後ですけど、これ本当に時間なかったら最後のこの文だけ読んでもいいと思いますよ。結局これは、どこかっていうと最後です。まあ、ここ一人一人が言うたら、それぞれの必要性とか状況に合わせてちゃんと選ぶべきですよ。だから別に砂糖が良くて LCS が悪いとかはないし、その逆もない。ということなので、どっちかがいいって書いてるやつは×。3番はなんかよくわかんないことが書いてまして、別に発明とか関係ない、重要ではない。4番っていうのが、はい。Focus on choosing sweeteners that make sense for them。ちゃんと筋が通ったものを選んでくださいね。フォーカスオンとウェイっていうのはまあ似てますよね。こういう選択肢の言い換えがあるっていうのは共通性あるんですから。ということで4番が正解となりました。はい、ということでいかがでしたでしょうか。まあ、今回ちょっとね、深掘りをしながら読みましたけれども、今みたいなことを頭の中で考えながら読みます。さっき言ったように、統一のような時に、今回はそんなに難しくないです。ただ、難しい時は最後まで読まないとわからない時もありますから、そういったものは一旦ステイして、それ以外のところを進めるっていうのをお勧めします。つまりこれ、蓋を開けるとですね、問1がはい、ここ。問2がここら辺。問3がですね、どこかっていうと、ちょうどこの辺とこの辺なんです。問4がこの辺。つまり共通テストって全部含まれてるんですね。これもぜひ覚えて帰ってください。必ず全てのところが関わってきます。特に問6の文章は。ということで、今回以上になります。ということで、ぜひ頑張ってください。またですね、よかったらこういうこと聞きたいとかあればコメントや、リクエストなどお願いします。ということで、お疲れ様でした。バイバイ。今日のパスチャレは、こちら。まあね、この問題解けたあなたには、パンダの豆知識を一つ授けたいなと思います。なんとパンダは1日に14時間ご飯食べてるんですよ。この豆知識みんなにシェアしてね。答えは概要欄から。